はい、おっちゃんです。おっちゃんが挑む GJ にクロスレイズ第32回目の配信です。よろしくお願いします。今回から、シードデスティニーですねの第1話やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ドン。スヌーピーズさん、ディスティニー、パチ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 。デスティニー、さあどんなお話なのか。コズミックイラ71。コズミックイラ71。19ヶ月にわたった地球プラント間の大戦は、ヤキンドゥへの戦いをもってようやくの終結を見た。やがて双方の合意のもと、かつての悲劇の地ユニウスセブンにて停戦条約が締結され、世界は再び安定を取り戻そうと歩み始めていく。しかし争いの火種は完全についえてはいなかった。あら、まあ、種の存続さえ危ぶまれた激戦は、ナチュラルとコーディネーター双方に決して言えることのない心の傷を負わせていたのである。あ、コズミックイラ73、10月2日。この日エルフォーに新設された軍事工廠アーモリー1では、戦後初のザフト新造艦ミネルバの進水式が予定されていた。ミネルバ、また新しい船ですね。オーブ連合首長国代表カガリ・ユラ・アスハは、代表プラント最高評議会議長ギルバート・デュランダルとの極秘会談の場を持つべく、このプラントを訪れていた。カガリがすごい出世して、そして彼女の護衛として共にプラントを訪れたアスラン・ザラは、そこで新たなる力が目覚める瞬間を目撃する。強すぎる力はまた争いを呼ぶのか、それとも争いがなくならぬから力が必要なのか。先の大戦より1年半、運命の歯車は再び若者たちを戦乱に巻き込もうとしていた。あらま、大変。カガリがすごい出世してますね。戦いを呼ぶ者。スヌーピーズさん、オーブの娘だからね。ああ、ですよね。あのオーブの王様の娘ですもんね。ミネルバ、どんなやつだろう。
強すぎる力をまた争う呼ぶ。なかなか大変な。何事？ステラが出てきた。また略奪されたの？スヌーピーズさん、おっちゃんさんの好きなステラはいろいろあったことも知れますよ。ミッションスタート、こんなとこでミッションスタート？3ターン経過。アレックスがスティング、アウル、ステラの3人と交戦できるか。これがアレックスね。じゃセーブしておきましょう。シャルさん、インパクトのかっこいいの見れるな。シャルさん、インパルス。インパルス。最初ステージをクリアと、これはまだですね。3人と交戦をする。でもやられそうな気がするんですけど、大丈夫なのかな。じゃあちょっとステラからちょっとつついていきましょうかね。交戦するだけでいいから無理しなくていいですよね。新型を奪って一体何を。こいつ、そこだ。邪魔。当たらない。当てられた。強いぞ。くそ、俺たちだってただ戦いたいわけじゃないんだ。やばいぞ。あれどこ行くの、どこ行くの。ちょっと待って思ってたのと違う、思ってたのと違う思ってたのと違う。
そっちにいるの？スヌーピーズさん、逃げちゃった。逃げちゃった。思ってたのと違う。ヒャルさん、シードディスティニーの話、機体はかっこいいの。大石族やグフ、トムが出てくるから好きだが、話のグダグダ感がひどい。これダメですね。これね、お茶ミスりましたね。届かないもん。スヌーピーズさん、やり直しやね。これやり直しですね。これ届かないね、もうね。ヒャルさん、こいつらは機体を奪い逃げる話だから逃げますよ。なるほどね。セーブしといてよかった。なるほど、そういうことね。じゃあこれはまず一旦もう全力前に出といて、で、新型を奪って一体何を。飛ばしましょう。ステラはここでチャンスステップを使うから最初にやんなきゃいけないんですよね。よし。で、遠くに行ってるこいつを先に。何者なんだお前たちは。楽しいことになりそうだな。気にやって、最後にこいつをやると。シャルさん正解。同じだ、ヘリオポリスト。さて暴れるか。OK ですね。シャルさん、前作では奪う立場だったね、アスラン君。このアレックス・ディノってアスラン。名前変えちゃってるんだ。スヌーピーズさん、はい。なんだ。お、なんだなんだなんだ。シャルさん、かっこいい。合体した。スヌーピーズさん、インパルス登場。なんでこんなことを。また戦争がしたいのか、あんたたちは。おお、なんか出てきたぞ。なんだこいつは。まったくだよ。シャルさん、インパルス、ソードシルエットを装着して登場。
外からの攻撃だ。離脱するぞ。逃げてった。ダブルゼータ並みの、合体変形しましたね、今ね。うわ、穴開いた。お、形が変わった。これがミネルヴァ。モビルスーツ。なんか今までと毛色の違う戦艦ですね。なんかね、なんだろう。シャルさん、私育てたメイリンホークはミネルヴァのオペレーター。うーん、お、ウナマリアフォーク、レイザーパレル、バレル。すごい、赤と白のザク出てきた。シンガー、スティング、アウル、ステラ、いずれかを撃破できるか。なるほどね。クエストは最初ステージのクリア。さっきのシークレット条件はクリアできたのかな。前半のやつは
まあいいか。あ、ゲットゲージがある、ゲットゲージがある。なるほどね。女子だ、女子ですよ皆さん赤いザクに乗ってる。これ男子ですよ。スヌーピーズさん、おっちゃんさんの大好きなね、女子ですね。これはこっちの舞台出していきましょうね。あの削らなきゃいけないから。できるだけミネルヴァで攻撃して削っていく感じにしたいから、この2機は下げましょうか。この2機は下げましょう。この辺でつつこうか。当たれ。蹴られたのか。の、いいねいいね。させるか。おやおや。プロパガンダだろうと、二つ名で呼ばれるには理由があるんだよ。さあ、ここで呉也君のお出ましです。引いてください。なんだと。シャルさん、赤いザクに乗ってるからガンダムブスシリーズではアムロがシャーカみたいなセリフを言ってくれる。せっかく今日まで生きて戦って散るなんて、そんなことあまりにも悲しすぎます。でこれですね、クローアーム見てみましょうか。クローアームね。で支援でドラグーンシステム使ってみよう。俺重いのか燃費がいい。ドラグーンシステム今は使ってみせる。で終わりにしよう。エックスアストレイ外しません。そんな、すごいぞすごいぞ。俺の背中お前に託すぜ。くっそー、チュラチュラと。おお、なんだなんだなんだ。逃がすか。派手派手派手。そーら落ちろ。ミゲルの力不足でダメージは低いけど、これはかっこいいタイプですね。これね、こんなものか。一気撃破だ。スヌーピーズさん、かっこいい。いただきました、ね、これいいですね、これね。ミサイルランチャーぶち込んでみましょうかね、これね。支援やったらどうなの、大丈夫かな。一応一応
中央短期で行ってみましょうか。あなたに負けるわけにはいかない。9000、4000ぐらいか。無駄です。スヌーピーズさん、意外に硬かった。意外に硬かった。やった。いや、額の性能に助けられたのか。意外に硬かった。9000か。ドラグーンシステムで、ちょっと待って、誰かを撃破したら次のあれに行っちゃうんだね。で、シンがやっつけなきゃいけない。よし、このドラグーンシステムでどれぐらい削れるかですね。ドラグーンを使用します。時間がないんです。やらせません。うわ、いい削り、最高。沈める。スヌーピーズさん、いい感じね。当てられたけど当てられたけど、いい仕事しましたね、フレア君ね。ダメージはほとんどないようだ。これなら。66%。 近接で 79% いった方がいいですね。はぁ、なんなのよ、あんたはまた。お前らなんかにやられてたまるか。逃がしはしない。これは落とせるでしょ。よし、死ぬのはダメ、逃げないと。戦争がない世界以上に幸せな世界なんてあるはずがない。お、格闘能力1。スヌーピーズさん、バレた。バレた。これも独特の形してる。なんか仮面の人が出てきた。よし行こう、つつましくな。
後ろかよ、後ろかよ。これは後ろのやつを削って戦艦ミネルバで攻撃してゲットゲージを貯めたいところですね。スヌーピーズさん大好きな後ろだね。ね、大好きな後ろね。これはミネルバの餌になってもらいましょうね。頼むよ、いい削り頼むよ。うん、もうちょっと欲しかった、もうちょっと欲しかったね。くらえ、舐めないでよね。どかないと落とすわよ。攻撃 87%、 こっちから落としていきましょうかね。支援、支援つけよう。ここで敵の息の根を止めてみせろ。データ分析完了、いけるわよ。私はあなたの力を信じています。目標に変わりはないわ。ギリギリか、4000いくら。ネットゲージちょっとしかたまんない、ちょっとしかたまんないね。これあとこっちに任せようね。よし、じゃああとは敵の全滅でしたっけ。全滅ね。じゃあこれにも下がってもらって、もうミネルバで雑魚以外は倒すと。いう感じにしていきましょうね。これでもか。ここはあれですね、ウィング系パイロット出すまでもない感じで、もらった。もう削り要員だけでやってた方が。
ミネルバ稼げそうですね。痛い目に遭いたくなかったらそこをどきなさい。スヌーピーズさん、確かにね。ここは回避で、ミネルヴァは前に出つつ、まだ余裕あるね。このぐらい出ても大丈夫だね。一瞬で戦艦連携使えるように2機出しておきましょうね。2機出しておきましょう。で削るように、いい感じ、見えてった。さて、なんか出てきた。こいつを削りたいけど、この2機がどこに行くんだろう。この2機を追いかけたい気もするし、とりあえず削っていきましょうか。この距離じゃ無理だぜ。おりゃ、捕まえたぜ。おお、いい削り。いい加減余裕を見せている場合じゃないか。いい削りした。53%、 58%、 53%。 スヌーピーズさん、この戦闘やばいね。 53%、 58%。 戦艦連携は よし、当たった。
戦に。おー、たまるね。ガンダム追っかけないと。大丈夫、このままいければ。メガネちゃん頑張れ。スヌーピーズさん、ネオの正体は知ってるけど言わない方がいいね。あ、正体。あ、そうですね。よかった。おっちゃんちょっとわかんないんで。これならいけるわ。まさかの戦艦が攻撃してやって、ミラージュフレームを予想したんですけどね。まさかの戦艦出てきましたね。シャルさん、ネタバレダメでさ。まさかの戦艦が。よいしょ。あのガンダム追っかけないと。スヌーピーズさんだよね。ゲットゲージ、ここ何周したらたまるかな。おっと、戦艦に来たよ。急に急に来たよ。あ、こっち来てくれた。削っちゃうよ。シャルさん、見た目と声で気づく人はすぐ気づきそうだけどね。よいしょ。やらせない。そこだ。シャルさん、ニコルが待ってる。そうそうそう、ニコル。スヌーピーズさん、シャルさん、死だよ。ゴミくらい、どうってことねえよ。シャルさん、言わないよ。このガンダム2機もミネルヴァでなんとか落とせればね。かなり変わってくると思うんでね、ゲットゲージが。いい感じに落とせればいいんですけど。落とすじゃない、削れればいいけど。ドラグーンシステムで。グラディエーターモード。迷ってる暇はない。いい感じに削ってよ。この距離なら外さない。おー、いいね。負けないんだから。これで8000。行けよ。おお、何、ファンネル使うの。ミラージュフレームかっこいいな。ね、ファンネル使うのこれ。聞いてない聞いてない。あ、でも当たんなかった。ファンネル使うで、こいつのライフルでまあ 4,5,0005000与えるはずだから、いい感じにね、これで減らせるはず。沈めてみせる。くそ。よし、 OK。 でこいつも8000だから。スヌーピーズさん、ファンネルではないよ。ファンネルではない。ビームハンド。
ミゲルだったらいい削りはしてくれるはず。溢れ出る雑魚感。おお、いい削り。よし。シャルさん、カオスもドラグーンシステムだっけ？ドラグーンシステム。へえ。一気に攻め込むチャンスよ。一斉走者開始。前だけを見て進め。スヌーピーズさん、確かそうだね。もらった。イケメンロンゲだ。当たんなかった。もう一匹。もう一匹当たんなかったか。もう一匹当たんなかったか、残念。でもまだチャンスはあるよ。まだチャンスはあるよ。あなたには命の大切さがわからないのですか？終わらせます。もうシンプル。ここまでなのか。ここら辺はどうしようね。どうしよう。これはなんか乗ってんのか？乗ってないね。敵の船もミネルヴァで落としたいね。ここは慎重に行きましょう。の、来たね。51%。そら、見せてみろよ、お前らの力を。結構受ける。対空警戒を強化。気を抜くとやられるわ。当たってよ。ああ、避けられた。避けられた。そら、見せてみろ力を。なかなか避けるね。なんとかや、戦艦で。当たってたまるもんですか。当たって。当てられたのか。これを回避して。おお、船が出てきた。68%にかける。いけ、よし。なかなかたまる。3、4周このステージすればゲットできますね。これね、船がどのぐらいもらえるかわかんないけど。どうしよう。これでちょっとつっついてみましょうかね。俺の射撃は正確だぜ。行
ケー、被害が拡大している。射程内に入りました。仕留めるぞ。変な形した船がね。やる気だけは認めてやるよ。15,000だから、これはピンポイントせずに普通の攻撃で削っていかなきゃないですね。僕ならこれを扱える。誰も何かを決められて生まれたりしない。やるしかないなら折り舵。いいね、いい削り。各方向は目標を固定。厄介だな。かわしてみせる。ここへ来ていい削り。もうちょい削れそう。もうちょい削れそうですね。これビームライフルでね。もうちょい削れる。これで決める。被害が拡大している。いいね、いいね、最高。ターゲット依然健在です。仕留めるぞ。このまま終わらせない。最高の削りしましたね。これでターン終了しましょう。あとはひたすら回避。こんなとこに攻撃してきた。このよくも舐めた真似を。真ん前に来たよ。いいね、3分の1ぐらいだね。うん、あと3周ぐらいすれば確実にこの雑魚2機もちょっと加えておけばね。これわりかし結構なんかね、スヌーピーズさん、ね、お疲れ様。ありがとうございます。ミネルヴァの登録このステージ1で周回すればすぐ行けそうですね。シャルさん、ミネルヴァ手に入れたいなら早めがいいね。ね、ミネルヴァね。シャルさん、理由がちゃんとあるが言いません。
で、それにしてもなんか不思議な形の船、飛行機みたいな。スヌーピーズさん、あの翼は可動式だよ。お、翼は可動式。またモビルスーツガンダムはやっぱ奪われる運命なんですね。やっぱりね、ガンダムっていうのはね。シャルさん、おつ、ありがとうございます。ガンダムは奪われる運命だ。うん、お、シンアスカゲットです。お、性能向上ユニットゲットです。ありがとうございます。というわけで第2話は世界の終わる時。世界の終わる、いきなり最終回、まさかいきなり最終回最終回っぽいタイトルなんですけど、第2話が。第2話はなんか最終回っぽいですね。まあそんな感じで、第32回。スヌーピーズさん、まだまだ。まだまだ。お茶が挑むジジェネクロスレイズ。シードデスティニーの第1話はこの辺で終わりにしたいと思います。お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた。